カニの商売、新見南吉。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、床屋という商売は大変暇なものだなぁ、と思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこで、カニの床屋さんは、ハサミを持って、海っ端にやって行きました。そこには、タコが昼寝をしていました。もしもし、タコさん?と、カニは呼びかけました。タコは目を覚まして、なんだ?と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか?よくご覧よ。私の頭に毛があるかどうか。カニはタコの頭をよく見ました。なるほど。毛は一筋もなく、つるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも、毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで山へやって行きました。山にはタヌキが昼寝をしていました。もしもし、タヌキさん?タヌキは目を覚まして、なんだ?と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか?タヌキはいたずらが好きな獣ですから、よくないことを考えました。よろしい。買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で、私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。へい、お安いことです。そこで、カニの腕を振るう時が来ました。ちょっきん、ちょっきん、ちょっきん。ところが、カニというものはあまり大きなものではありません。カニと比べたら、タヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは、体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。カニは、口から泡を吹いて、一生懸命ハサミを使いました。そして三日かかって、やっとのこと、仕事は終わりました。じゃあ約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。お父さんというのは、どのくらい大きな方ですか?あの山くらいあるかね。カニは面くらいました。そんなに大きくては、とても自分一人では間に合わぬと思いました。そこで、カニは自分の子供たちを皆床屋にしました。子供ばかりか、孫も彦も生まれてくるカニは皆床屋にしました。それで、私たちが道端に見受ける、ほんに小さなカニでさえも、ちゃんと、ハサミを持っています。